AKB48 のメンバー8人が4日、都内で行われた映画未成仏、AKB48 異界への10日テラ、10日公開、糸祖健二監督、の舞台挨拶に登壇した。巷にあふれる不思議な話や怖い話を寺で供養するドキュメンタリー。坂口渚はオカルト大好きなので、ホラーとアイドルの組み合わせは個人的に最強だと思っていますと話せば、蔵のおなるみもお寺での夜中の撮影は怖かったですけど、意外に空気が澄んでいてよかったと強心臓ぶりを披露するメンバーもいた一方で、恐怖に震えながら撮影したメンバーも。鈴木優香は撮影後に奇妙な出来事が起きたりしてと言い、小栗結衣も怖いもの見たさで、毎年家族とも怖いものを見ていますけど、見た後は背後が気になっちゃってと明かした。そんな中で、小宮山遥はリアリティ出すために、クマなどを出すメイクをしましたけど、こんな大きいスクリーンで晒して大丈夫かなとと笑わせていた。